91キロと、まあ、半分以下の力士との対戦ですからね。嫌やったな、この高山と当たるの。嫌でした。僕はそんなことなかったですけど、突き相撲のがやりづらいですね、腕手繰られるので。今の声は木村山さんの声だったの？はい、嫌だったっていうのは。はい、でも負けたっす。うまく手繰った、送り出し、これがあるんですね。はい、うまいですね、本当に。手繰るのも結構左からが多いんで、どちらかといえばやりやすいかなと。まあでも僕は対戦成績5分5分ぐらいですけど。そう、めっちゃ負けてるな。このところ高野山2日間の相撲